注文していた観葉植物が2つ届きました。右がモンステラで左がドラセナコンシンネです。こちら観葉植物2つとも一花というサイトでオンラインで注文したものです。で、このもう家にあるこのアレカヤシとこのオーガスタもどちらも一花さんのところで購入したんですけれども、とっても元気で緑も濃くってすごく気に入っていたので、新たに一花さんのサイトから中くらいの大きさのと小さいサイズの観葉植物を購入しました。こちらは鉢付き送料込みで2つ合わせて18,000円ぐらいでした。こうやって少しずつ観葉植物を集めていってお家を緑でいっぱいにしていきたいと思います。ついにもう一つの一人掛けソファーが届きました。もともと私たちの計画ではこの手前の一人掛け用ソファーを一つ購入して、その後に他のブランドの一人掛け用ソファーを探しておこうっていう話だったんですけど、このリーノゼのロゼ統合を購入して使ってみたら座り心地がめちゃくちゃ良くて、しかも見た目もすごく素敵だし、やっぱりもう一個リーノゼが欲しいねっていう話になって、 L 字になってるタイプの一人掛け用のソファーを購入して、2つ置くことでちょっと大きなソファー感を演出しています。それで、このソファーの色をどうするかっていうのを悩んだんですけど、同じ色で揃えるのも素敵だと思うんですけど、リーノゼのこのロゼ統合のソファーにはたくさん絡まりがあったので、インスタグラムとかでリーノゼを調べると海外の方が結構このロゼ統合の色を変えて部屋に置いてる方を見つけて、あ、それすごく可愛いなって思って、それを参考にさせてもらって、私たち最初このモスグリーンを購入したんですけど、それと同系色でもうちょっと濃い色のダークグリーンを置くことで少し部屋の印象がぐっと引き締まるかなと思ったので、この新しいタイプのソファーはこのダークグリーンのソファーを購入しました。なんか2人掛けを購入するよりも1人掛けのものと背もたれのあるもの2つ購入することで模様替えがしやすかったですね、配置が自由に組める。例えばこういう風に置いてもまたぐっと印象が変わるよね、あとはこれを一緒にくっつけちゃってもうそのまま二人掛けとして使えるし、離しておいても可愛いよね。こうやっていろいろ組み合わせが自由なところが結構気に入って、一人掛けを二つ買ったのは結構私たち的には正解だったなと思ってます。もっと違う部屋に引っ越した時とか、とかソファー増やしたいってなった時も、全然なんか配置に困らないかな。そうだよね、これにプラス二人掛けとか置いても可愛いしね。なんか2人ともすごい気に入ってて、これはこうやってこうやって座れるの最高だよね、こうやってここで本読んだり漫画読んだりしてます。でこちらのソファーも同じリーノゼ東京で購入したんですけど、どちらも購入するときに担当してくれた方が、前回このソファーを買ったときにその後に同じ形で同じ色のソファーを注文しに来てくれた方が、なんか
何名かいらっしゃったらしくて、ね、嬉しかったよね。もしこれを購入した方もう一個欲しいなって思ったらこういう色の組み合わせもぜひご検討ください。私はね、色を変えてよかったなって思ってる。そう、ね、海外の人はなんか、うん、赤とオレンジとかさ、そう気に入ってます、すごく気に入ってます。新しいソファーの紹介でした。プロモーションムービーの撮影日です。とあるホテルに2泊してプロモーションムービーを撮影していきたいと思います。じゃあこれから撮影します。頑張ります。スキンケアしてメイクして引き続き撮影をしたいと思ってます。でなんかこの撮影をする数日前から急に肌がなんか荒れ出しちゃって、内側からこうなんか肌がピリピリ痛がゆい感じになってしまって、それで顔全体が真っ赤になってただれてしまって、なんで肌荒れしちゃったのか全然わかんなくって、インスタのストーリーズにそのことについてあげたら、結構皆さん花粉とか黄砂で急に肌が私も同じようになってますっていう方が多くって、もしかしたらそれなのかなって思ったんですけど、で数日前皮膚科に行っていただいたお薬と塗り薬を塗ったらだいぶ良くなったので本当に良かったです。で私がもういつも肌荒れしてる時はスキンケアをめちゃくちゃシンプルにするんですけど、このハトムギ化粧水にお世話になっていて、このハトムギ化粧水をコットンにひたひたに含ませてコットンパックをするとちょっとこう肌の赤みが落ち着いたりするので、今日もスキンケア前にコットンパックをします。でコットンパックをしっかりしたので乳液でちょっと保湿します。であとはこのラネージュの水分がたっぷり含まれているクリームを軽く塗って化粧を始めたいと思います。で今下地が終わって次はファンデーションなんですけど、今日はこれを使います。ティルティルのクッションファンデーション、これは韓国のブランドのものみたいなんですけど、だいぶ肌良くなってきたんですけど、まだちょっと赤みだったりとかが気になってたので、しっかりカバーできるファンデーションを撮影のためにちょっと買っとかないとなと思って、このティルティルのファンデーション初めて買ってみたんですけど、ちょっとした赤みとかもしっかりカバーしてくれるし、肌への密着感がすごくって、なんか全然浮かないしマスク写りもしなくてめちゃくちゃ気に入ってます。肌荒れが気になる時とか、今日はちょっとしっかりめにメイクしたいなっていう時に今後使っていきたいなって思うファンデーションです。よし、じゃあこれから急いでメイクして撮影に入りたいと思います。また後ほど。え、出た。
to let you go. Should've let you just walk on by. Never even said hi. No, no. Then we would never know just how hard it feels to open up hearts, to have to let them go. We've come too far to not leave with broken hearts. I guess something inside my soul just couldn't stand to let you walk. こんにちは。今2泊3日の撮影を終えてお家に帰ってきました。あとは編集するだけです。今回は企業様からオファーをいただいて動画撮影をしに行ったんですけれども、今回のようにオファーをいただいて動画を作るっていうのはいつもの自分のチャンネルで作るような動画作成とはやっぱり違う部分がたくさんあって、普段の動画だったら自分の好きなこと、自分が撮りたいことをメインに作成していくので、まああくまでも自分ベースで動画を作成することができるんですけれども、こういうふうに対企業様とのやり取りの中で作っていく動画っていうのは求められているものを答える必要があるし、そこに私の世界観も載せるっていうので、結構相手の要望と自分の作りたいものっていうのをうまくバランスを取りながらいいものを作ろうというふうに模索していくんですけど、泊まったホテルもそのホテルの部屋に入ってみないと部屋の構造がわからないので、ちょっとぶっつけ本番みたいな部分もあったりとかして、まあでもその中でも与えられた中で自分の表現したいものだったりとか求められているものっていうのに最大限応えていくっていう努力をします。でこういうやっぱり普段とは違うような動画を作成するときはすごく緊張するんですけど、こういう緊張感っていうのは定期的にあった方が自分の創作意欲だったりとか表現する幅が広がっていくので、とっても大事なことだなと思って、数日間のこの自分に対してかけたプレッシャーっていうのは結構貴重な時間でした。この動画は私の YouTube チャンネルに投稿されるものではなく、5月末ぐらいに企業様の YouTube チャンネルだったりとか企業広告で流れる予定みたいですので、これそれが公開された際には皆さんにもお知らせしますので、興味がある方はぜひご覧いただきたいなと思っています。サルサパークでディスキディアと吊り下げるプランターを購入してきました。これをこういう風に入れて鏡のあたりに吊り下げたいと思います。こんばんは。やっとこの新しいソファーが一つ追加されて、あとは観葉植物もまた何個か増えて、このスペースが少し充実してきました。こっちスカスカやけどねそう、カメラの向こうはほとんど家具はないんですけどまあちょっとまずはこのスペースを充実させたいということで、うん、ちょっと模様替えもしたりして、まあ、少しちょっと部屋らしくなってきました。住んで2ヶ月経って、まあ、このスペースぐらいですけど家具とかが充実しだしたので、まあ、今回はちょっと最後に少しだけ私たちの家具選びインテリアについて少し
話していきたいと思います。家具選びの考え方、うん、好きなものを買う好きなものを買う、まあでも確かに好きなものしか買ってない。そうね、うん、てかさ結構さ俺選んじゃってる感じもするんやけど大丈夫かな今視聴者さんがハテナだと思うんだけど、多分ここの空間を見る限り私のテイストを感じる方が多いと思うんだけど、あ、色味かな。全体的にこのお部屋が全部私主導で作られているように感じられると思うんですけど、実は大型家具は結構彼があのこれがいいんじゃないって提案してくるものが多くって、でもリンドゼは、一緒に同じタイミングでこれがいいねって感じだったよね。そうね、だから結構私のテイストありつつ、でも割と2人で楽しみながら家具を選んでるところです。うん、家具選び楽しいよ。でも最初はそのあんまりあの家具を揃えることに対して確固たるこれだっていうものはあんまりなくって、だから最初の方は2人でインテリアショップを何軒も何軒も巡ったりして、うん、1日さ5軒以上もあってさ1個も買わないみたいなあったよねあったんだけど、でもその中の1店舗で購入したダイニングテーブル、それを買った時にこの家作りに対する2人の方針があの一致した気がする。あー、そう確かに。そう、そのダイニングテーブルはちょっと今映ってないからこの辺に写真か映像置いとくんですけど、あの、まあ、それはヴィンテージのもので1960年代ものの有名なアーティストさんの手掛けたテーブルなんですけど、このテーブルを見た時にすごく魅力的に感じて、この机ってさもう60年存在してるわけじゃん、うんうん、でもこんな綺麗なわけじゃん。そう、すごいヴィンテージだと思えないぐらい綺麗だったよね、うん、新品かなと思ったんだけど、これはもうなんかずっとちゃんとメンテナンスもされてきてこんなに綺麗な状態で残ってるのってなかなか珍しいですよって教えてもらえて、うん、その時に丁寧に使えばこんなにも美しい状態で残せることができるんだっていうのにすごく感動したし、あとここまでその1960年代に作られて私たちの手の元にやってくるまでに多分いろんな人の手に渡ってきたと思う、そういうストーリーがあるのがすごくなんか自分の中でこうジンときたし、あとはやっぱり私は直近でさやっぱり自分の人生が割と変わったと思ってるの、うん、YouTube 始めてから、うん、と始める前までの人生ってすごく変わったから、それで住む場所とかも変わったし、これから先も自分のライフステージがどんどん変わっていくにつれて、その時にもしかしたら家具、こういう家具を手放すかもしれないっていうのも一応頭の中に入れておかなきゃいけないなって思ってて、でもその時にちゃんとあのバトンを手渡せるみたいな、そうそうそう、次の人に、まあ、売れるってことだよね。そういう意味ではちゃんと売ることができて、その次の使いたいって思ってくれる人にそのバトンをね、うん、手渡せるっていうその過程が大事だなと思った。なんか丁寧な暮らしをしたいというわけではなくて、うん、好きなように生きたい、好きなように暮らしたいの、うん、でそれがまあ1人から2人になったから、私だけが好きなように過ごすのではなくて暮らすんじゃなくて、うん、2人とも一緒に家にいるから2人が気持ちよく暮らせる場所を作りたいと思った、結婚した時。おー、それがこういう家具選びに反映している部分があると思う。それを選べる年齢にもなったし、うん、それを選べる自分に慣れた。おでも確かに学生の時とかは思えなかったかも、うん、ね、うん、そういうのを経てじゃない、そういう考えられなかった自分が経て、うん、家具選びなんか好きなもの置いたらいいやと思ってるけど、うん、よくよく考えるようになった、うん、なんて言うんだろうな、一目惚れで買わなくなったな。一目惚れもいいんだけど、一目惚れした後にちゃんとこれ5年後10年後使ってるかなとか私はね結構せっかちだから、あの早く揃えたいの、もういいんじゃないこれでこれでいいと思うよみたいな感じで、本当にこの机ダイニングテーブルに出会うまではそういう感覚だったんだけど、その後からはまあ半年待ってもいいかって思えるようになった。
いいなって思うものをちゃんとゆっくり選ぼうって思えるようになった。なので私たちはそういう考えのもと、まあ、2人で相談し合いながら楽しく部屋作りをしています。本当はもう私はもうすごいせっかちだから早く部屋を完成させてルームツアーとか早くしたかった。まあ別に見せるためにやっぱ作ってないから、まあ、やっぱり私たちのタイミングで、でもやっぱりこう興味を持ってくださる方がいらっしゃるから、うん、あのもちろんこう詳細に説明できる動画は、おそらく9月頃にあの公開すると思いますので、まあ、今しばらくお待ちくださいという感じで。でなのでこれからも、まあ、家具が到着したらダイアリーズで、皆さんにご報告したいと思います。俺の椅子が届いた時も紹介してね、うん、あなたの椅子が届いた時もちゃんと紹介してあげる。そんな感じで、住んで2ヶ月経ってちょっとした現状の報告と、まあ、私たちがどういう風に考えてお部屋を作ってるのかっていうお話でした。いつも楽しく見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve 'em. No, that don't mean money will solve 'em. Woke up dreaming other commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. Ain't with the fake, and never with the drama. She said that I'm naked, now I gotta honor. 飾りました。ちっちゃ。ちっちゃすぎ。思ったよりちっちゃかった。